1番乗り場に大和西大寺行き各駅停車が8両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。大和西大寺で京都行き急行に連絡します。奈良です。お忘れ物のないようご注意ください。一番乗り場の電車は大和西大寺行き各駅停車です。大和西大寺で京都行き急行に連絡します。一番乗り場から大和西大寺行き各駅停車が発車します。二番乗り場に大阪難波行き準急が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は石切までの各駅と東花園、河内小坂、布施、鶴橋、大阪上本町、日本橋です。東花園で天ヶ崎行き各駅停車に連絡します。奈良です。お忘れ物のないようご注意ください。2番乗り場の電車は大阪難波行き準急です。途中の停車駅は石切までの各駅と東花園、河内小坂、布施、鶴橋、大阪上本町、日本橋です。布施と鶴橋から先、大阪難波方面へは後の急行が先に到着します。東花園で天ヶ崎行き各駅停車に連絡します。2番乗り場から大阪難波行き準急が発車します。1番乗り場に大阪難波行き急行が8両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、学園前、生駒、石切、布施、鶴橋、大阪上本町、日本橋です。大和西大寺で京都行き急行に連絡します。奈良です。お忘れ物のないようご注意ください。一番乗り場の電車は大阪難波行き急行です。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、学園前、生駒、石切、布施、鶴橋、大阪上本町、日本橋です。大和西大寺で京都行き急行に連絡します。一番乗り場から大阪難波行き急行が発車します。一番乗り場に大阪難波行き快速急行が8両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町、日本橋です。生駒で天ヶ崎行き各駅停車に連絡します。奈良です。お忘れ物のないようご注意ください。一番乗り場の電車は大阪難波行き快速急行です。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町、日本橋です。生駒で天ヶ崎行き各駅停車に連絡します。2番乗り場に大阪難波行き急行が8両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、学園前、生駒、石切、布施、鶴橋、大阪上本町、日本橋です。石切で天ヶ崎行き各駅停車に連絡します。
一番乗り場から大阪難波行き快速急行が発車します。二番乗り場に天ヶ崎行き快速急行が8両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町、日本橋、大阪難波と、大阪難波から西九条までの各駅です。大和西大寺で京都行き急行に連絡します。奈良です。お忘れ物のないようご注意ください。2番乗り場の電車は天ヶ崎行き快速急行です。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町、日本橋、大阪難波と、大阪難波から西九条までの各駅です。大和西大寺で京都行き急行に連絡します。2番乗り場から天ヶ崎行き快速急行が発車します。1番乗り場に三宮行き快速急行が10両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町、日本橋、大阪難波、大阪難波から西九条までの各駅と、天ヶ崎、向こう側、甲子園、今津、西宮、芦屋、魚崎です。この電車は天ヶ崎で後ろ4両を切り離します。先へお越しのお客様は前6両にご乗車ください。以降まで天ヶ崎行き各駅停車に連絡します。奈良です。お忘れ物のないようご注意ください。一番乗り場の電車は三宮行き快速急行です。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町、日本橋、大阪難波、大阪難波から西九条までの各駅と、天ヶ崎、向こう側、甲子園、今津、西宮、芦屋、魚崎です。この電車は天ヶ崎で後ろ4両を切り離します。先へお越しのお客様は前6両にご乗車ください。以降まで天ヶ崎行き各駅停車に連絡します。一番乗り場から三宮行き快速急行が発車します。3番乗り場に大阪難波行き特急難波行きの特急が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は大和西大寺、学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町です。特急には乗車券のほかに特急券が必要です。特急券、指定番号の席にお座りください。電車の番号は、後ろの車両から1号車、2号車の順です。奈良です。お忘れ物のないようご注意ください。3番乗り場の電車は、大阪難波行き特急です。途中の停車駅は、大和西大寺、学園前、生駒、鶴橋、大阪上本町です。
乗り場から大阪難波行き特急が発車します。2番乗り場に京都行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、高野原、新放送の新田辺、大久保、桃山五両前、丹波橋、武田、東寺です。新田辺で京都行き各駅停車に連絡します。奈良です。お忘れ物のないようご注意ください。2番乗り場の電車は京都行き急行です。途中の停車駅は新大宮、大和西大寺、高野原、新放送の新田辺、大久保、桃山五両前、丹波橋、武田、東寺です。新田辺で京都行き各駅停車に連絡します。2番乗り場から京都行き急行が発車します。4番乗り場に京都行き特急京都行きの特急伊勢志摩ライナーが参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は大和西大寺丹波橋です。特急には乗車券のほかに特急券が必要です。特急券指定番号の席にお座りください。電車の番号は後ろの車両から1号車、2号車の順です。奈良です。お忘れ物のないようご注意ください。4番乗り場の電車は京都行き特急伊勢志摩ライナーです。途中の停車駅は大和西大寺丹波橋です。4番乗り場から京都行き特急伊勢志摩ライナーが発車します。1番乗り場に回送電車が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車にはご乗車になれませんのでご注意ください。奈良です。お忘れ物のないようご注意ください。1番乗り場から回送電車が発車します。